ちは、みほどけです。今日は節分祭ということで鎌倉の八幡宮に来ています。今日は福豆拾いがあるので、みほどけは福をたくさんもらいに豆を拾いに来ましたが、ここで今日のゲストを紹介します。てれーん、鬼です。鬼とみほどけがガチで勝負です。どっちが多くの福豆をゲットできるか勝負したいと思います。それでは参りましょう。意気込み十分、絶対に仏が勝ちます。鬼が勝ちます。ありがとうございます。鬼？はい。本業。さあ、豆まきが終わりました。あの壮絶なバトルの末、獲得できたのはいくつなんでしょうか。まずは私からいきます。1個でーす。イエーイ。さあ、そして鬼。私は12個です。審議。ちゃんと。空中戦で上から降ってくる服をゲットしたこの一つ。私は地上戦です。しゃがんで取りまくりました。いや本当だよ、ずるいから。人が取り損ねたのを地面で拾ってるっていう。やっぱり鬼こすいわー。まあやっぱり鬼は外っていうもんなんで、鬼にね豆を投げつけてやっぱ外に追い出されるっていうそういう結末だったんじゃないかなって思いますんで満足げ。福豆1個しかゲットできなかったけど、この1個に詰まった福を味わいながら今年も元気に頑張りましょう。はい、お兄さんまたぜひ遊びに来てください。みほとけチャンネルに。はい。以上、みほとけでした。ナムーナムー。ハロー。